皆様こんにちは、ゴンダマンです。フレックスの埼玉店にお邪魔させていただいております。今回も新型のハイエース、そしてフレックス公式チャンネルではまだご紹介を済ましていないラインナップの車両をご紹介いたしますので、ぜひ皆様最後までご視聴いただければと思います。また今回の動画内で登場する車両につきましては、お問い合わせ先、そして動画のあらすじをタイムコードとして記載しておりますので、皆様ご覧になりたい部分をピックアップしてご視聴くださると助かります。今回ご紹介する車両は2台となっておりますので、前編後編と分けてお送りいたします。それでは早速車両紹介に移りたいと思います。ご紹介いただく車両はこちら、ハイエースグランドキャビンでございます。こちらの車両をまだフレックス公式チャンネルでもご説明を行っておりませんので、ご存知でない方も大勢いらっしゃると思います。スタッフの方にご協力いただきたいと思いますので、呼び込んでいきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。フレックスハイエース埼玉店のエチゴと申します。よろしくお願いします。エチゴさん、よろしくお願いいたします。フレックス公式チャンネル内でも初めての王子様キャラといいますか、そうですか。一番顔が柔らかいスタッフの方だと思います。ありがとうございます。ちょっと軽くご説明させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ハイエースのグランドキャビン、まあはい、聞いたことあると思うんですけど、うんうん、まあ、簡単に言うと、はい、ハイエースの中で一番大きい車格サイズになります。はい、多分皆さんがよく目をしているのは救急車、うん、救急車はちょっと特殊でもっと背が高いんですけど、はい、長さとかは一緒です。確かにイメージしやすいですね。よく見かけるあの一番大きなハイエースのサイズ、ね、なるほど。ただまあ逆に救急車って結構こうスムーズに街中走ってると思うんで、ああ、確かに、はい、大きさの割にはまあ苦労はしないサイズ、慣れてしまえば苦労はしないかなっていうサイズになります。なるほど、わかりやすいご説明をありがとうございます。まあ、外装、はい、まあ、見てもらうと、あ、なるほど、約まあ2メーター25ぐらいあります。エチゴさんは身長はおいくつぐらいなんですか？持って172。持って172、はい、こう見ると車体大きいですね。大きいですね。なるほどなるほど。ワイドボディと標準ボディというのがあります。なるほど。で、このグランドキャビンはワイドボディ、ワイドボディになるので、幅は188センチ、まあ、ミドルルーフと同じです。あ、一緒なんですね、はい、幅が。なるほど。で、違うのはこの高さと、うん、まあ、あと長さ。なるほど。で、ミドルルーフから約50センチ長いです。ここ見たら分かります。この分ですね。あ、なんかつなぎ目のようなものがありますね。ほんとこの分伸びましたよっていう形になります。なるほど。で、まあ、約5メーター30ぐらいあるので、まあ、ちょっと駐車場ははみ出ちゃうかもしれないです。あ、分かりました。ありがとうございます。この車、噂の新型ハイエースです。新型ハイエース、先月マイナーチェンジをしてやっとうちにも入ってきましたっていう形になってます。まあ、大きく変わったのは、まあ、よく言うこのミラーのところですね。あ、大きいですね。今までもうちょっとこう、はい、長細い形してたんですけど、はい、まあ、トラックみたいにはなっちゃったんですけど、まあ、よく見える大きさになりました。あのアラウンドビューモニター、まあ、ハイエースでいうとパノラマビックビューモニターっていうのがつきました。まあ、あの車の周り全部見えますよみたいな簡単につきました。あとはソナーが前後にここにピピピピピって教えてくれますっていうのがついたのが、まあ、大きな違いが簡単に言うとこんな感じです。こちらの車は、まあ、フレックス特徴のコンプリート販売、まあ、カスタムして販売してますので、はい、その辺もちょっと軽くご説明させていただきます。お願いします。はい、はい、まあ、まず簡単なところでリップスポイラーですね。これはあの415コブラさんのクリーンルック3っていうリップスポイラーで、結構すっきりとしたデザイン。そうですね、主張もあまり強すぎず、そうですね、内巻きのデザインというかさりげないリップスポイラーがすごいおしゃれです。で、あと、まあ、うちもオリジナルでデルフィードラインリップスポイラーっていうのを出してるんですけど、あ、はい、まあ、それはちょっとこうシュッとして顎がちょっと出るようなスポーティーなイメージなので、まあ、そういうのも変更は可能ですし、うん、まあ、あと下するのがあんまり嫌だっていう方はこういう内巻きの方がすりづらかったりします。確かにグランドキャビンはホイールベースも長かったりするので、そうですね、そのあたりでご安心いただけるリップスポイラーになっております。
はい、あと皆さんあんまり知らない方多いと思うんですけど、グランドキャビンのこのフォグ、はい、標準じゃついてないです。ワゴン GL は標準です。これはまあ俗に言う販売店オプション、ディーラーオプションという形で、はい、まあ、車をご契約いただくときにつけますかつけませんかっていう、うちはまあそれも全部つけて販売してます。はい、まあ、ガッツミラー、これもともとこういう素地の黒い色なんで、ボディに合わせてちょっとまあ統一感出るような感じで塗ってます。やっぱり目につくのはホイールかな。フレックスオリジナルの新作です。新作、最近出たばっかりのホイールです。はい、デルフ02っていう名前なんですけど、一応17インチの設定と、はい、もう一個大きい18インチの設定があります。ブラックポリッシュ、はい、一色で、まあタイヤは人気のナスカータイヤ、はい、まあ、ホワイトレターがやっぱかっこいいですよね。はい、あとここ見てもらうと、オーバーフェンダーまでは言わないんですけど、フェンダーがちょっとついてます。でまあ、一応ローダウン効果もあるんですけど、はい、このホワイトレターのタイヤって白い文字がちょっとこう厚みがあるんですよ。はい、ちょっとタイヤ自体は車検対応のタイヤなんですけど、はい、はみ出せるとか言われちゃうことがたまにあります。はい、あ、なるほど。まあ、それもこれをつけることによってもうバッチリ OK、 もうこのまま車検行ってくださいっていう感じ。なるほど、そういったニュアンスも含めた設計で作られていると。はい、ありがとうございます。越後さんに外装面をご紹介いただきましたが、今回グランドキャビン車体がスーパーロングサイズということで非常に大きな規格となっております。新型のハイエースに搭載されたパノラミックビューモニター、今回こちらの車両でもどのように、そしてどのあたりまで見えるのか、そちらもチェックしていきたいと思います。それでは実際に内装紹介を始めさせていただきたいと思います。今回は越後さんにご乗車していただいて、機能面、操作方法について触れていきたいと思います。それでは越後さん、はい、よろしくお願いします。はい、まずまあナビ、はい、ついてます。8インチナビですね。純正だと、まあ、ここのサイズが7インチなので、はい、まあ、7インチのナビ普通入れるんですけど、まあ、最近の流れでやっぱり大きいナビ欲しいなっていう方も多いので、まあ、ここに収まるサイズで8インチちょっとこの辺を加工させてもらってつけてます。なるほど。オプションであるんですけど、ここにミラーがあります。はい、あ、なるほど。ただのミラーじゃなくて、はい、デジタルインナーミラーっていう、まあ、ここにレバーがあるんですけど、これをちょっとピッてやると、これが操作ボタンなんですか。これをレバーをクイッてやると、はい、まあ、ちょっと後ろの映像が、まあ、アップな感じになりますけど。これは知らなかった。はい、まあ、ハイエースやっぱり車格もでっかいですし、はい、人が乗っちゃうとなかなか後ろ見づらいなっていうのがずっとあったんですけど、まあ、それを解消すべく、はい、じゃあパノラマビッグビューモニターなんですけど、はい、まあ、主にリア、はい、バックですね、はい、バックに入れた時にナビが切り替わるようになってます。なるほど。入れます。はい、お願いします。まあ、こんな形で、はい、バックカメラの映像とパノラマビッグビューモニターですね。ここが車の周りぐるっと一周見えるような感じになってますので、まあ、このビューボタンですね、はい、まあ、そこを押すとナビが切り替わって前ですね、フロントの前。なるほど、はい、で、左右、まあ、ミラーの下ですね。はい、なるほど。なんでも幅寄せするときとかすごく見やすいかなっていう、はい、あ、本当だ、はい、っていう感じですね。ありがとうございます。続きましてこちらリア空間のご説明をいただきたいと思います。グランドキャビンのこの開口部、はい、とても広いです。大きいですね。車とは思えない、はい、でまあ、ハイエース大きいんですけど、すごい乗り降りはしやすいのかなっていう。なるほど。まあ、ステップも低いですし、はい、お子さんでもぴょんぴょんと、はい、でまあ、実際にちょっと僕さっき言った持って172センチなので、ちょっとその僕が入るとどうなるかやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、まあ、まず車とは思えない乗り方ですね。この上がっている、僕がこんな感じです、はい、まあ、首を曲がれば全然立てちゃう。なるほど。まあ、幅もありますし、やっぱり高さもあるんで、はい、室内の移動とか楽々できちゃいますね。確かに後列席までウォークスルーがしっかり伸びているので、はい、乗り降りもしやすいですね。あとはこんなにでっかい車内なのにエアコン効くのかっていう。ああ、確かに。まあ、よく皆さん目にするのはここですね。ハイエースのリアクーラーって言ったらここにあると思います。そうですね、はい、これはまあどの車種でもついてるんですけど、はい、ハイエースのバンって言われるタイプですね。5人乗りの車はここにしかついてないんですけど、はい、ハイエースのワゴンって言われる10人乗りの GL グランドキャビンに関しては、はい、これですね、この丸いの、あ、はい、
まあ、何これってよく言われるんですけど、はい、ここをピッて押すと、こっ、なるほど、はい、これも全部リアクーラーになってます。ちゃんと向きも変えられるので、はい、届かせたいところにしっかりと風を送ることができます。すごく涼しいですこれはあの間違いなく涼しいです。通常ハイエースのワゴン GL だと、はい、スピーカーですね、音が出るところが4つついてます、はい、まあ、簡単に言うとフロントのドア2箇所と、まあ、後ろの方に2箇所ついてます、はい、なのでよく言うのがこの辺にいる方、はい、ちょっと聞こえづらいかな。なるほど、まあ、前と後ろからしか聞こえてこないので、うん、ちょっと聞きづらい、はい、ただグランドキャビンはここですね。ん、あ、なんかありますね、はい、ここに、まあ、左右1箇所ずつスピーカーがついているので、あ、計6スピーカーなので、しっかりここにいる方も音が来てますよっていう、はい、まあ、あとグランドキャビンの特徴でいうと、はい、ラゲッジスペース、はい、ラゲッジスペース、はい、ワゴン GL を知ってる方だとリアゲート開けたらもうすぐ椅子じゃんっていう、あ、確かに、はい、まあ、跳ね上げれば詰めますけど、はい、グランドキャビンはその必要はないと。まあ、ちょっと僕中から開けるんで、本田さん後ろに。あ、わかりました、待ってください。グランドキャビンのメリットと言われるんですかね、ラゲッジ空間がとても広いようです。この広さ、なるほど、はい、キャリーケースをバババババって積んでる、まあ、カタログとかに写真載ってますけど、はい、持って172これ僕結構よくお客さんの前でやるんですけど、はい、その僕がこう、おー、まあ、ちょっとキュッてなってますけど、まあ2人寝れちゃうぐらい、まあ、こんなに広いんで、はい、まあ、荷物も、まあ、10人分全部積んでもまだまだ積めちゃいますっていうところが、グランドキャビンの魅力の一つかな。人も乗れて荷物もたっぷり積める。ありがとうございます、すごく分かりやすかったです。皆様いかがだったでしょうか。今回フレックスハイエース埼玉店の越後さんにこちらの新型グランドキャビンご紹介いただきました。もう非常に分かりやすいご解説で本当にありがとうございます。最後に越後さんに何か一言、はい、いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、このハイエース埼玉店4号線に面しているので、都内の方、関東近郊の方、はい、ご来店いただきやすいかなっていうのと、なるほど、はい、最寄りは北越谷駅っていうのと浦和美園駅、まあ、どちらもお迎え行けますので、はい、お問い合わせいただければその辺もご対応させていただきますので、まあ、今ご紹介させていただいたグランドキャビン以外にもたくさんのハイエース扱ってますし、はい、これじゃなくて白がいいとか黒がいいとか、うん、まあ、そういったご要望もお任せいただければ、理想のハイエースをご提供させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、非常に分かりやすいご解説ありがとうございます。前半の動画といたしましては以上とさせていただきますので、続きまして、はい、あの埼玉店がお送りするとっておきの1台、とっておきの1台、そちらも映像に残させていただきますので、はい、後編もお楽しみに、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。